どうも、最初駅ワコムです。本日ですね、まあ、夏一番うまいものグランプリを開催したところ、優勝ついに決まりました。1位これです。ドーン!スルーブー。まあ、私、香川県民にもかかわらず、蕎麦を紹介していると時点で、まあ、香川県にも帰ることができなくなってしまったんですけども、これ非国民になってしまったんですけども、これ仕方ない。うまい!やっぱり夏の昼飯は蕎麦、もしくはそうめんに限りますと、じゃあ蕎麦とそうめん戦わせたところどっちがうめえのかってやったら蕎麦。そうめんなんかどうしてもね、なんかその、なんていうかな、この飯じゃないものを無理やり食ってるから否めないじゃないですか。しかし蕎麦っていうの食い応えもありゃ、なんていうその涼しいような食ってるだけで。すごくない?食ってるだけ涼しいの。普通さ、活動してるわけやから熱が発生してから体が熱くなりそうなところや、全然むしろどんどん冷却していくっていう、えげつない食べる水こと蕎麦なんですよね。これを食っていこうと。ちなみにトップバリューのね、あの一番安いなんか200円ぐらいで食えるなんか安いそばなんですけど、まあ、そばっていうのはもう値段関係ないです。もう安ければ安いほどいいですからね。もうコンドームみたいなもんですよ、マジで。うまいこのそば移したいな。こんな感じですよね。うわ、うまそう。これやばくない?今までなんかいろんな飯をね、YouTuber がなんか紹介してきたと思ったんですけど、何よりも飯してる気してるっていう自信がある。これ見てください。これね、こうやってこうやってつけて、こうやってつけて、これ海苔とかネギとか絡ませても、これすごい!えげつね、マジもう掃除した後のほうきみたいなやつ、います。うめぇ夏の音を感じる。夏を感じざるを得ません。チューブオレンジレンジザルそば。これ、この3つは夏を感じさせてしまう。しかもね、意外と味飽きると思う。いや、飽きるんよな、これが。一発目と二発目のなんかパンチのさ、異常マジで。もうね、落ちたけど今普通に。ごめんな。あ、入れます。もうなんかその、床についてるホコリとかもね、あの、刻みのりみたいなもんですから、美味しくいただきましょう。タレつけて。ちなみにですね、あの、フランスとスイスの試合見てます。スペインとクロアチアの試合見ようってちょっと眠くて、でなんか3対1になった瞬間に、あ、これはスペイン勝ったと。で、スイスとフランスに関してはもうフランス勝つから、で、フランスだって今後ね、いくらでも見るんやからさ、じゃあもう寝ちゃおっかって寝たらよ、お前。スペインと、スペインとクロアチア、その後ランダ戦。フランスとスイス、スイス勝ち。やばくない?そんなことある?俺が眠ってから動きまくったけど、俺ワンマンか、俺。マジで、なんで、すするときに出汁がめっちゃ弾ける。ほら、電気の構造とかにも浸食してるもん、俺ほら見て、この辺とか。危ないよ、マジで。出汁で火事になっちゃうわ。出汁だね。なんかね、お腹にちょうどいいよな。なんかあんまりなんかさ、飯食いたくないやな。ずっと暑いけん、なんかしんどいわ、みたいな。飯食うんだるいなって思うや。そんな時にこの蕎麦ですよ。もうあの、食べる水ですからね、本当に。しっかりと体に必要な栄養素は取れつつ、しかも食う時には全くのストレスなしと。これ大事。本当にね、全国の部活動でね、無理やりね、めちゃめちゃなんか大盛りのなんか米とかを夏場に食わせる部活動の顧問は一回考え方改めた方がいいよ。食えんだから、夏の大盛りご飯なんか。ね。あんなもんだってね、オナニーした後にエビ見せてるみたいなもんなんだから、地獄地獄。そう思った高校時代とかもうね、夏場とかは、まじうどんばっかりよ、香川県民は。床はでかい皿なんで。どこ行った?あれ?いなくなっちゃった。わかった。これ、これ。はい、食べます。今日トークテーマ夏なんですけど。夏といえば。でもシーブリーズとか良かったよな、シーブリーズ。みんなシーブリーズ何で選んでましたか?僕はね、色で選んでましたね。あの、水色がちょうど、水色やったっけな?なんかかっこよくて買っとったな。あんな匂い嫌いやったけど。シーブリーズで容器の入り口みたいな感じするやん。やっぱなんかちょっとでも発着たいなと思って憧れて買ったんやけど。その二日後ぐらいに、あの中で爆発しました。なんかと、なんちゃらタイガーみたいな、ジュズなジュズ。みんな信仰が熱くないよな、中学校になったら急に。謎やんな、あれも。もう当時はあのファッションがマジでなんかもう最先端と思っとったから、もう私服でもみんなもうジュズよ、もう。あとはもう B&R 系の曲も、いつだって本当はずっとそれジュジュやないかーい。だからもうジュズ持ってジュジュよ。とにかくジュです。中学生はジュ、中学生で要件になれるとはジュを極めてください。はい、というわけでごちそうさまでした。また次回のもぐもぐ動画でお会いしましょう。さよなら。お腹痛い。お腹痛い。